経チューブをご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。今日はですね、トヨタプリウスをご紹介しようと思います。でもプリウスってもう散々経チューブでやってないって思われてる、あなたは経チューブ通、ありがとうございます。今日はですね、プリウスの U グレード、一番ベーシックなグレードをご紹介しようと思います。Z グレードとかね、 G グレードとか今までご紹介してきましたが、この U グレードっていうのはですね、 1.8 リッターエンジンです。Z とかね、 G は2リッターなんですけれども、基本的にこの 1.8 リッターモデルは車用車とか、あとね、これキント、こちらで使われるようになってるんですね。でこのね、 U グレードだけは納車が早いっていうのが今ありまして、で、まあ、すぐね、新しいプリウス乗りたいっていう方はね、この U グレードもいいのかなと思って、今日ちょっとね、乗ってみたいなと思うんですけれども、キントって何かって簡単に言うとね、サブスクです。はい、いろんなね、自動車保険とかメンテナンスとか、そういうのがこうパッケージ込み込みになっている、サブスクの、サービスですね。こちらにまた新しいサービスも加わったので、そちらもご紹介していきますけれども、まずね、この 1.8 リッターどんな感じかご紹介していきたいと思います。さて、 U グレードの大きな、特徴といいますか、 Z と G との違い、パッと見るとね、ほぼわかんないと思います。一番大きな差はタイヤね、わかるところで、これはですね、17インチです。Z と G はね、19なんですね。もちろんオプションつければ19にすることもできますけど、基本が17です。で他にはね、フードサイレンサーがないとか、なんかパフォーマンスロッドがないとか、そう細かいとこありますけれども、分かりやすいのはここ。あとね、もう一つこちらに来ていただいてよろしいでしょうかね。開けますよ、こんな感じで。シートがファブリックです。はい。で、これ上級ファブリックとかいろいろね、オプションつければあるんですけど、ベーシックなファブリックであるっていうのが一番の違いで。でもね、こう座って、じゃあファブリックとね、結構素材が違うとドライビングポジション取れなかったりすることあるので、一回やりますけど、一番下だとこれぐらいね。で、いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、27こぎでございますね。はい。で、オルガンペダルなので、なんかプラスチッキーな感じがするペダルだったり、見た目はそうですけど、ポジション的にはチリットってテレスコもありますし、しっかり取れるし、あとね、ファブリック滑らないんだよね、やっぱり。上級ファブリックでもそうですけど、革だとね、たまに、車種によっては滑りやすいのありますけどね、これが滑らないということでございます。あとはね、ほんと細かいんですけど、アダプティブライトじゃなくてオートハイビームだよとか、あとドライブモードの切り替えがトグルじゃなくてプッシュ式だよとか、ほんと細かいとこ違いますけど、そんなに大きな差はないかな。一番の違いはやっぱね、エンジンだと思いますから、ちょっとエンジンルーム行きましょうかね。エンジンルーム、こちらになります。はい。これはですね、パワースペックが、1.8 リッター、ガソリンエンジンは98馬力の142ニュートンメーターというトルク、そしてモーターが70馬力の185ニュートンメーターということになっております。燃費が一番良くてですね、これ今日の肉なんですけれども、 WLTC モードで 32.6 です。はい。タイヤがね、17ってこともあると思うんですけど、タイヤとこのパワートレインと、そういった関係で一番燃費がいいのが実は、プリウスの U グレードなんですね。さっきね、お借りした時にね、今満タン入れてきたんですよっつって、この走行可能距離がね、900何十キロになってて、こんな走るんだってちょっとびっくりしましたけど、それぐらい燃費の良いところがポイントとなっております。ではね、ちょっとこのキントを本当にざっくり説明しますね。はい、これガイドブックなんですけれども、今までこれキント1、これは何かって言いますと、先ほどサブスクって言いましたが、自動車税とか自動車保険とか車検とかメンテナンス、消耗品、故障修理、代車費用まで、全部込み込みで、これが月々定額で、車に乗れるよっていうのがこのキント1というサブスクサービスなんですけど、それに今回ですね、4つの新サービスが加わったんですね。でこれ何かっていうとね、ソフトウェアがまずアップグレードされます。
そしてハードウェアもアップグレードされます。要はね、こう新しいいろいろ装備あるじゃないですか。ブラインドスポットモニターついたよとか、車庫入れのなんとかサービスついたよとか、ステアリングヒーターついたよとか、そういうのもねバージョンアップしてくれるんですよ、途中で。でさらにあとコネクティッドドライブトレーナーといって、まあ、運転診断ですね、運転の講師みたいなことをしてくれるサービスだったりとか、あとはですね、車の使用状況に合わせてそろそろちょっと入庫した方がいいんじゃないですかみたいなコネクティッドカーケアのサービスとか、こういうものもやってくれる4つの新サービスがついて、キントアンリミテッドになったんです。でこれがこのプリウスの U グレードからスタートしたよっていうのが今回のニュースなんですよね。でこれまあキントを本当に細かく言うと、契約年数が3年5年7年とかね、あと途中で解約できるプラン、できないプランとかいろいろ細かく分かれているので、これはご契約するときにそれぞれ選んで決めていただく必要があるんですけれども、まあざっくり言うと車を買って所有している間にかかるさまざまな保険とか税金とかそういった込み込みのお金が月々定額で OK で、プラス車ってだんだんね、年次変更とかマイナーチェンジとか細かいのね、いろいろバージョンアップしていくじゃないですか。それによってソフトウェアとかハードウェアも新しくなってくるので、常にそう新しいサービスがちゃんとついた車に乗れるっていうのがこのアンリミテッドのいいところなんですよね。なので、なんか1回借りたりね、してだんだん年数経ったら古くなっちゃうなっていう気持ちにならないのがね、私これいいんじゃないかなというふうに思います。でもあれですよ、普段使ってるガソリン代、これは皆さん自分で負担してくださいね。さあ走り出しましたけれども、こうちょっとね、どん、あでもやっぱりね、17インチの方がこういうところ乗り越しは当然ですけど当たりもマイルドですね、19に比べるとね。だからもう街中のあんまり路面が良くない一般道を走るんだったら、意外とこの17インチの方が乗り心地という面ではいいと思います。でやっぱりね、ファブリックシートでも私もうちょっとこれね、メーターがこうかぶっちゃうからもうちょい上がりたいってプリウスいつも言ってるんですよね。やっぱりね、同じこれは革だろうがなんだろうが、もうちょっと上げれるといいなっていう感じはします。でもね、すごいこうね、傾斜されて A ピラーが寝ている、かなりスタイリッシュなデザインですけど、この、まあ、三角窓というかね、台形窓が聞いていて、意外とね視界は確保されてるんですよ。 A ピラーがすっごい前の方まで行ってるから、私のポジションでもその左の前とかそんな見えないなっていう感じがしないのはね、すごくこれデザイン的に上手だなっていうふうに思っております。で 1.8 でこれドライブモードがですね、今これエコ、パワー、エコ、ノーマルのこの切り替えなんですけど、ちょっとねエコに戻してみようかな。じゃあはい、じゃあエコにしてみました。で今ねあんまり電池がないのでエアコンも使ってますし、一生懸命エンジンちゃんがね、稼働している状況でございますが、音はね確かに Z とか G と比べると若干そのエンジンとかね、駆動とかのそういう音が若干入ってくる感じはするかな。うん、でもこう音域的にすっごい低いところで入ってくる、で騒がしいまではいかないので、こう喋ったりする分にはね全く邪魔にならない、そういう音域かなと思います。うん、気になるのはね、ちょっとこのエンジンかかってる時のこの音だけですかね。でも本当はうるさいっていうわけでもないのよ、その細かく言うとっていう話ね。でも本当プリウスはねいい車になったけど、やっぱ2リッターのモデルと比べるとちょっとこうなんだろうな、カジュアル感が強いかな。で2リッターモデルがねすごい良くなっちゃって、なんかねスポーティーなクーペみたいな、スポーティーな5ドアクーペみたいな、そんな性格になっちゃったんですよ。でだからなんかハイブリッドだったよねプリウスってみたいなぐらい非常にこうスポーティーな感じになりましたので、
で PHEV の方は格好はスポーティーでモーターいっぱい使えてパワーねアシスト使えるようなんだけど、逆にその電池いっぱい積んでる分若干こう重い感じでね、なんかこうシャキシャキ感が若干薄いかなみたいな印象があったんですが、これはねやっぱりね 1.8 はねややカジュアルだね。だから自分のその今回ねプリウスってタクシーじゃなくて愛車とね、呼べるような車にするという方向を選択したわけですよ。で愛車という風なものをデザイン的にもワクワクさせて乗った感じもワクワクさせてということで作り込んできたわけですけれども、そういうところからするとやっぱ2リッターモデルの方がなんかこう愛車感はあるかなっていう感じだ。向こうがなんだろうな、例えばね川のお気に入りのドライビングシューズだとしたら、こちらはまああのちゃんとしてるブランドもののスニーカーみたいな、なんかそれぐらいのねあのちょっとカジュアルさが強いかなみたいな感じはします。でもねだからといって嫌な感じはなくて、やっぱこうプリウスっていうとね世界的なもうねブランドですから、このブランド名に恥じることないというか、あプリウスやっぱこうだよね、やっぱプリウスって言ったらこのレベルはあるよねっていうのをちゃんとこうね凌駕しているので、もう全くいいかなというふうに思っております。でもねこの辺街中走ってるだけでも若干エンジンかかる回数がまあね多いなっていう感じはしますけど、うん、でも本当カッコンブレーキにもならないですし、何が不満があるって言ったら別に何の不満もないんだよな、うん、はい、だからとても良い車だということが分かりました。さてドライブから戻ってまいりました。冒頭ね、このキントのアンリミテッドでできることを新たに4つ加わったって言ったじゃないですか。でその中の、1つコネクティッドドライブトレーナーというですね、いろいろこの運転がどうだったかなってこう判定してくれるアプリがあるって言いましたよね、結果が出ております。でこれはハンドルとかアクセルとかそういう操作もそうなんですけど、ウィンカーをね例えば車線変更する前に、3秒前に出さなきゃいけないって国のルールがありますけど、これ 2.5 秒だったとかそういうとこまで細かく判定されちゃうんですね。で今日の私の結果でございます。今日ねこんな感じで何回か乗ったんですよ。国会する今日24日なんですけど、これね要チェックバックってことね、これ撮影してる時に入れ替えた時だね。これは1キロまでなしで、12時10分から乗った時は、あ17キロ乗った時はウィンカー、これちょっとウィンカー出すの遅いとこきっとあったんでしょうね。で最後6キロ乗った時要チェックなし S 輝いておりますというわけで、最後の最後でね輝く S マークがいただけたので私満足でございますけれども、まああのこういったですね燃費も出てますし、でこの1回ごとのこういうドライブチェックもそうなんですけど、1月まとめて燃費とかこの安全性のね、できたかなっていうチェックもできるそうなので、これなかなか楽しくていいですね。でも本当これあのこんなにくっきり出ちゃうとちょっとドキドキしますけど、まあ最後 S ランクがいただけたのでよしとしたいと思います。というわけで今日のドライブはいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。またねー。